東洋大学公式野球部は、東都大学野球連盟に所属する、大学野球チーム。OB には30人以上の現役、元プロ野球選手がいる。東洋大学の学生によって構成されている。1924年創部、翌年に学友会の一部として独立した。1923年に、文化学科生が中心となり野球部の創部を、学長、 の井の明に要求したが、グラウンドもなく、監督の方法も立っていないということで、許されなかったという。戦前の東洋大学野球部1925年に、国学院大学、専修大学などが中心となって、東京新大学野球連盟が結成され、その翌年には、青山学院、高地歩行商などが加わって、東京新十大学野球連盟と解消した。 東洋大学もこれらのリーグに参加したが、各参加校の都合で、しばしば問題を起こし、永続しなかった。1931年に、東洋大学、東京文理科大学、拓殖大学の3大学野球連盟が結成された。3大学野球連盟は1932年秋に、東京工業大学が加わって4、大学野球連盟となり、翌年秋には、 東京商科大学が加わって、東京新大学野球連盟と解消した。しかし、翌年5月27日の東光大対、拓大戦で乱闘騒ぎがあり、その処置に関して6月3日に幹事会が開かれたが、この時、東洋大学幹事は拓大に対して、脱退を勧告したところ、拓大側は憤慨して、同漢字を殴りつけ、さらなる暴行沙汰となったため東京、 新大学野球連盟は分裂し、東洋大学は再び戦いの場を失った。トートリーグには1940年に加盟。1962年春季リーグで初めて一部に昇格。1960年代後半から一部に定着した。チームが低迷していた1972年に OB で当時23歳の高橋昭夫が監督に就任。 同監督の熱血指導により、1976年、周期リーグにリーグ加盟36年目で初優勝を果たした。1980年代には、アジア大学、コマザー大学との三強時代となり、トートリーグのレベルアップに貢献。数多くのプロ野球選手を輩出するなど、大学球界を代表するチームとなった。2008年には、 東洋大学史上初のリーグ3連覇、4連覇を達成、さらに明治神宮野球大会2連覇、全日本大学野球選手権も含めて全国大会3連覇を達成し、同校初の4冠を達成した。2009年春季リーグには戦後初となるリーグ5連覇を達成した。さらに2011年には春季5連覇を果たしている。しかし、 2012年秋季リーグで最下位となり、先週大学との入れ替え戦も2連敗し、2部に降格した。2013年秋季リーグで2部優勝し、一部最下位の駒沢大学との入れ替え戦に挑んだが、2連敗で2部残留。以降、優勝争いに加わるものの2部リーグで目線が続くなど苦渋の時期を過ごすこととなる。2015年秋季リーグで2年ぶりの二部優勝を、 果たす。リーグ戦後の入れ替え戦の対戦相手は2年前と同じく駒沢大学であったが、初戦を接戦で落としたものの2003戦目を序盤から大差をつけて連勝し、実に7期ぶりの一部復帰を果たした。2017年には12期ぶりに春季リーグ優勝を果たした。第66回全日本大学野球選手権大会には、 優勝候補として出場するも、初戦の東海大北海道に敗戦を喫した。だが、チームは、東ト都トリーグでは、勢いを衰えず、周期リーグも優勝を遂げ、優待する高橋明夫監督に花を添える、春秋連覇をもたらした。日本一を目指した第48回明治、神宮野球大会では、初戦の富士大学に、コールド発進としたが、 準々決勝の日本体育大学では惜しくも敗れた。その期限りで引退となった高橋昭夫監督の成績は、大学野球選手権、優勝4回、明治神宮大会2回、一部リーグの通算は、1040試合542勝476敗20に分け、勝率5割3分2厘。カテゴリー、東洋大学公式野球部の選手を参照。 東洋大学100年史料編一下652ページ、一橋大学公式野球部75年史118ページ、東京朝日新聞昭和9年6月7日付。ありがとうございます。